自我もはっきりとしている。素晴らしい。経過は順調だ。しかしたまに幻聴が聞こえると。投薬の副作用だろう。いちいち気にするな。お前は言われたことだけをしていればいいのだ。私たちはいつか道を間違えてしまったのか。人類の希望は絶望をもたらす悪魔へと姿を変えてしまった。こんなところで死ぬわけにはいかない。彼を残して死ぬわけには。お待ち、どうか今一度記憶の糸をお紡ぎください。侵害を受け継いでからどれほどの月日が流れたのか。体中が熱い。まるで全身の血が沸騰しているみたい。彼、あなたは無事、苦しんでいないといいけれど。激しい苦痛で意識を失うたびに私という形が少しずつ少しずつ崩れていくような気がした。もはや自分の名前すら思い出せない。それでもこの思いだけは。お待ちしていま、どうか今一度記憶の糸をお紡ぎください。
メだ。ビクともしねえ。行くぞ。無惨した肉体が滞留している。いや、囚われているのか、この空間に。こいつを。
ケツ、なんて大きさだ。待て、様子がおかしい。肉体の再生をコントロールしているのか。壊す、あの血液。楽しくなってきやがった。どうする？早くしねえとまた再生するぞ。このままでは。壊れたブラッドコードを呼び合わせ、記憶の糸を紡ぐ。あなたなら。
割して侵害とし、継承者の体内に封印して分散保管することを決定した。馬鹿げてる。悪魔なら陽光炉にでも突き落とせばいいのよ。アウロラ・バレンティーヌ、それはすでに試したのだ。だからって、お前の適法律では一生棺の中で過ごすことになる。その覚悟はあるか。見せかけの人生、未練なんてない。どんな苦痛にも耐えてやる。それで少しでもあの子の力になれるの。守りたい人がいる限り、私はここを守り続ける。だから安心して、カレン、ずっとあなたのそばにいるから。こんな形で再会することになるとはね。久しぶりね、ルイ。アウロラ、アウロラなのか。どうしてこんなところに。答えは記憶の中にあったはずよ。クイーンの肉体、その一かけらを人柱となって封印した継承者たち。私はその中の一人。クイーンだと？何年も前に討伐されたはずだ。表向きはね、あなたたちも知っているでしょ。レブナントは死と再生を繰り返す、いわば不死者のような存在。でも心臓さえ破壊すれば肉体は消滅し、二度と再生することはできなくなる。クイーンもそうなるはずだった。不死の中の不死、灰になってもクイーンの再生は止まらなかった。だから封印を。そう、不滅の体である侵害を切り刻み、他者の肉体に溶け込ませることによってね。